Hi everyone, this is Colin's channel. カリフォルニアのディズニーランドに行ってから約1週間経つんですけど、まずカリフォルニアには2つのディズニーランドがあって、まあ、1つはディズニーランドで、もう1つはディズニーカリフォルニアアドベンチャーパークというキャラクターとかディズニーのお城とかよりも乗り物重視のテーマパークのような雰囲気で、私はそっちの方に行きました。ということで、日本の東京ディズニーランド、東京ディズニーシーとカリフォルニアで行ってきたディズニーアドベンチャーパークを比較していきます。私はどちらかというとキャラクターとかそういうのよりもアトラクションが好きなので、絶叫系とかディズニーカリフォルニアアドベンチャーパークを選びました。行った時なんですけど、車で移動することが多いんですね、アメリカだと。なので車で行ったんですけど、何にもなくって、本当に雰囲気がないというか、日本だと舞浜の駅に着いた瞬間から音楽と時計もアリスのフェードの形になってたり、街灯まで全部ディズニー雰囲気を意識して、そこから観客のムードを上げてるんですけど、通路道路にこっちディズニーって書いてあるだけで、本当に何にもなかったことにびっくりしました。今年は4月に東京ディズニーランドに行って、夏休みに東京ディズニーシーに行って、夏休みにディズニーカリフォルニアアドベンチャーパークというすごくディズニーな年なんですが、日本だと普通の遊園地とディズニーを比べると、ディズニーはスタッフ対応も何もかも夢の国で、キャラクターもたくさんいて、食べ物も可愛かったり、お土産コーナーも充実してたり、いろんなグッズが買えるとかいろいろあると思うんですけど、アメリカのこのディズニーカリフォルニアアドベンチャーパークは、他の遊園地行ったことないんですけど、アメリカのなのであんまり言えないんですけど、そこまでディズニーだよっていう気持ちは感じませんでした。別に私はそういうのを感じたくて行ったわけではないので全然大丈夫なんですけど、そのディズニーのバイブが好きな人にはアドベンチャーパークじゃなくてディズニーランドの方をおすすめします。チケットはめちゃくちゃ高かったです。日本だと成人は7000円くらいですかね、学生だったので5000円くらいで買ったんですけど、アメリカだと US$110で約12000円でした、1人。高いよ。ちなみにチケットはこれでした。もう少し$50ぐらい高く払うと、ディズニーアドベンチャーパークとディズニーランド両方行けるチケットとかも売ってます。チケットにちなんで次はファストパスです。ファストパス4つ取りました。こちらがソーリンっていうアトラクション、有名なカリフォルニアスクリーミンっていうジェットコースターので、こちらがトイストーリーマニアのファストパスです。ルールがないっていうか、一番最初に撮ったのが9時40分とかだったんですけど、10分後からもう使えるようになってて、9時50分から10時50分の間使える。次のファストパスは10時15分にまた撮れるということで、撮って30分ぐらいでもう次のが撮れるという、すごいスピーディーなシステムでした。でしかも10時15分までちょっと待てなくて、できるかなと思って少し早めにやったんですね、10時ぐらいに。そしたらもう全然普通に出てきたし、さすがアメリカ、機械もアメリカンだなと思って、やっぱり日本だけなのかな、あんなに厳しいのはと思いました。日本だと1分とか数秒よりも早いと、まだ取れません、まだ取れませんっていうエラーのカードみたいなのが出てくるんですけど、15分早くても取れるんですから。カリフォルニアスクリーミングは本当いらなかったです。10分ぐらいだったので並ぶ時間が、まあ、取れるので取ってました。この2つ、トイストーリーマニアとソアリンは50分から60分ぐらいでした、並ぶ時間が。なので取ってよかったです。ファストパスは見せないんですけど、ファストパス持っていると証明するには、これの普通のチケットのバーコードをファストパス用のエントランスでピッてスキャンしてもらえば通れました。だから本当に怪しいよね、ファストパス持ってなくても通れるんじゃないかなと思うんだけど、そのファストパスにちなんで混雑度なんですけど、私日曜日に行きました。日曜日とか激混みで最悪じゃんって予想したんですけど、全然でした。最高で並んだのが50分とかでした。日曜日で東京のディズニーランドかディズニーシー行ったらもう大変なことになってると思うんですよね。普通にみんな学校ある時に、私が夏休みだったので7月東京ディズニーシーで行った時は80分とか普通に並んでたりしたし、混雑度のスケールが違うなと思いました。アトラクションはこの何もデザインに工夫がないマップから見てると、ランドとシーと同じぐらいかな、数はそんなに
特別広いと感じたり特別多いとは感じませんでした。絶叫系は割と空いてたんですが、子供でも乗れるし大人でも乗れる、例えばさっきのトイストーリーマニアみたいなアトラクションは1時間ぐらい並ぶので混んでましたね。こんなようにいろんなセクションに分かれてて、ディズニーっていう外見が全くないのでディズニーにいるってことが忘れちゃうかもしれません。唯一あるとすれば観覧車のミッキーのでも大丈夫です。ディズニーのキャラクターがうじゃうじゃいます。一緒に写真とかあんまり撮る派じゃないんですけど、通り過ぎたのはサリー、ウッディ、ミッキー、ドナルド、プルート、グッフィー、あともう少し2人ぐらい、2ついたんですけど、いっぱいいろんなところに常にいるので、しかもそんなに列も並んでないので写真撮るのもキャラクターに会いたい方には得です。日本だとキャラクターがいるって気づくのはキャラクターを見るわけではなくて、すっごい人だかりがいて、よくよく見ると中にキャラクターが立っているというように私は見つけるので、キャラクターでポツンと立ってて外にこう4組ぐらい並んでる、初めて見ましたね。ちょうどハロウィンの時期だったので、ハロウィンのコスチューム着てるミッキーとかもいて、すごく季節を感じました。ハロウィンといえば建物も中からコウモリが出てきてたり、ハロウィン用のスペースとかがあったりして、すごくムードが盛り上がりました。日本はハロウィン行くと1番混むとか2番目に混むとかよく聞くんですけど、全然そんなハロウィンだから人が来るっていうような雰囲気ではなかったですね。そしてパンフレットについて一言言いたいんですけど、この何も工夫がないパンフレット、全然日本のと違うなと思って、日本のだこれ4月行った時、後ろにキャラクターもイースターの感じになって、ショーの時間も表で綺麗に表していて、カラフルで見やすいカラーコードをうまくされてて、このうさたまのキャラクターもあるんですけど、ガイドマンブーン、ハロウィンって分かるのはこの一枠だけで、ショーの時間もこういう紙で渡されたんですけど、こっちがディズニーランド、こっちがディズニーアドベンチャーのショーの時間なんですけど、ショーも種類はあんまりなくて、ショー派じゃないので全然大丈夫なんですけど、あんまり種類がなくて、ディズニーランドだと夜はあのエレクトリカルパレードとかってすごく有名なパレードがあるじゃないですか。パレードとかショーは一応あるけど、そんなに注目度を浴びないスケールでした。お土産はいつも買わずに見る派なんですけど、お菓子とかが多くて、あまり日本みたいにグッズとか文房具とかヘアアクセサリーとかあんまりそこまでなかったです。キャラクターの洋服とかよりもハリウッドの洋服とかミッキーのロゴが少し入った洋服みたいに、ディズニーのパンチが強いグッズはあまりなかったです。そして食べ物に関してはチュロス食べたんですけど、日本で買ったチュロスはそういえばミッキーの形してたなと思って、ここではどうだろうと思って見たら普通のチュロスの形でした。やっぱり食べ物にはあまりこだわりがないのかなと思って、アイス買った時も、まあ、ミッキーの形っちゃミッキーの形なんだけど、ただチョコレートカバーされただけでアレンジが控えめと思いました。お菓子の種類もそこまでたくさんなかったし、お昼はハンバーガー食べたんですけど、ハンバーガーも確か日本だとハンバーガーの形もミッキーが手の形だったりミッキーの形だったり、すごく必死にインスタ映えを意識してアレンジするんですけど、私が食べたハンバーガーは美味しかったんだけどね、ハンバーガーは普通にアメリカのどこかに行けば買えるようなハンバーガーでした。私はそういうのをすごく求めてるわけではないので、全然普通に楽しめたし、一番嫌いな混雑を控えることができてよかったんです。一つ言い忘れたのはキャストさんの態度ですね。東京のディズニーランド、ディズニーシーだとみんなすごく笑顔で迎えてくれて、ニコニコしてジェットコースターでも皆さんバイバイとかって言ったり、いろんなキャッチフレーズを歌ってたりするんですけど、アメリカの場合バイって感じでビューンって出発したり、ベルトを着用するときにその着用の仕方としてモデルを持っているキャストさんもいると思うんですけど、そういうのをずっと振り回してて、暇だったからかな、ずっと振り回してボトッと落として拾ってまた振り回してってやってたりして、自分の仕事嫌いなのかなっていう印象は残りました。アメリカ行くと大体どこでもみんな仕事が嫌いなので、もういいからさっさと歩いてっていう態度をとってたりするので、それもやっぱりそこのディズニーでは変わらないなと思いました。日本人の対応がただ良すぎるというのもあると思うんですけどね。ゆるく比較したんですけど、なんとなく分かっていただけたら嬉しいです。チャンネル登録や高評価お願いします。
LINE、Twitter、Instagram などもやってるので、ぜひチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。